日本国番長、おはようございます。おめでとう。作業動画なんて実際誰でもできるんです。こんな作業をはっきり言って小学生でできるんですよ。大切なことは作業に当たる前の状態のことなんですよ。でもなかなか多くの方は気づいてくださらないと。なのでなぜか他の YouTube のチャンネルでもですね、作業動画が評価が高いと。残念、視聴者の皆様、見ないといけないのは作業ではございません。その前の過程です。思考であったりとか行動力であったり。ですので僕がお勧めするのであれば西野さん見た方がいいと思います。それでは今日は作業動画です。このアッパッパーの状態でここの土台ですね、決めていきたいと。ちゃんと加工して刻みますので、その動画でいってみよう。はい、それでは作業する前にですね、このアッパッパーの状態を素人の方でもできるようにですね、ご案内したいと思います。一本奥のやつの土台決めたのはですね、カメラがあっちを決めないと背中向けて仕事しないといけなくなっちゃうので、なので一本は先に決めさせてもらいました。あれを利用してね、まず作業場所を作りたいと。まずね、この値段に使った4メーターもんで余ってる卒、これを引っ掛けれるところに置くと。で、次のここに900等ピッチでね、三尺ですねのところに大引きをここに置きたいです。なので仕事ができる位置にまずここに仮置きすると。で、これを3本でこういう風に置きます。で、僕は一応職人なんでこのままの状態で仕事しますけど、初めてやられる方などはもうここにビス打っちゃってください。まあ1本だけやっておきます。まあこのたるきにもう揉んじゃうと。まあ心配な方はこの反対側も揉んでください。で、その後どうするかというと、はい、この12ミリの余ってる卒ですね、これをここに置くと。これでこういう風に丸の子を入れていきたいと思います。それでは作業動画の方に行ってみよう。はい、それでは作業やっていきます。この大引きがここにこう飲み込ませたいと。で、この針ですね、針を加工してですね入れたいと。で、もう炭打ってあるんで普通の丸ノコですね、これでまっすぐ、このまままっすぐ切れない方はですね、定規当てて、それでもう後ろがガイド当たらなくなるんでそのままガイドなしでいきます。今丸のこ入れ終わって、次は飲み仕事ですね。それでは飲みの方がいい、どうぞ。はい、それでは飲み作業をやる前にちょっと飲みについてお話ししたいと思います。まあ僕ホームセンターの安い飲みです。3本セット1000円とかで売ってるやつ。なぜこれなのかっていうとですね、まあ僕も大工としてね、50万円とかする飲みセットとか本当は欲しいんですよ。かっこいいしね。ただあれを現場で使いこなせるだけの僕は技術がないんです。そしてそこを目指してます。これはまた大ブーイングが起きると思いますが、特にこれをやっている業者さん、宮大工さん、あのですね、これ例え話でいきましょう。高級飲食店に行きました。仕事中に包丁研ぎます？絶対に研がない。そんな恥ずかしいことしないですよ。で、お客さんが来てるのに、ちょっと料理待ってくださいねって言って、僕包丁研ぐんで、バカじゃないのかと。見習いの方、仕事中に5000円もらって飲み飛ぶんでしょ。同じですよ。5000円分飲み飛ぶこと仕事に入ってます？入ってないから。そんなことだったら5000円分の仕事しろ。そしてそれを教えている上司の方、残念です。本当に飲み飛ぶことが大切なんだったらそれは間違ってますよ。まず磨くんなら自分を磨け。本当です。飲みなんていくら磨いたって今もう買えばっていうのも出てるんですよ。それぐらい伸びを磨くことよりももっと大事なことが大工としてあります。それを最初に伸びばっかり研ぐなんて無駄なことは指導方法として大きく間違っている。なぜなら伸び研いでる間に何人辞めますか。そんなね、大工にせっかく入ってきた未来の明るいね、少年をね、伸び研ぐんで辞めさせようなね、指導者になるな。そしてそういう方につくな。これが私の考えです。
それではこの伸び作業をざっくりお見せしたいと思います。どうぞ。はい、それではね、一応伸び飛ぶのを自動機械でやってるんですよ。なのであんまり飛ぶの上手じゃないのですぐ切れなくなるんです。刃の立て方が多分下手くそなんですけど、いいんですよ。切れなくなったら新しい切れるやつ使い替えたらいいんですよ。そして仕事終わったり朝研いでおいたらいいんです。そのためにね、遠慮なく刃が欠けても気にならない、ね、ガン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 いけるように安いやつを使ってるんです。実際に僕の伸びの切り方は上手くないので真似しないでください。そしてね、さっき説明しなかったですけど、この針、こっちの針とかで、ね、反ってるんですよ。それでこれを切ってからね、自分で金見てまっすぐにこの伸びでやっていくと。そのためには必ず伸びは切れないと、で1ミリ単位削りたかったらやっぱり刃が切れないとね、あのお仕事できないんで、そういう意味で伸びは必ず切れる伸び使わないとダメなんです。はい、それでは伸び削っていきたい。入れてみたいと思います。はい、ちょっと遠くなりますが、それでは入れてみたいと思います。それではこの覚悟からいきます。で、僕はわざときつめにしてるんで立ち込んで入れようと思ってます。それでは当て着していきます。で、これ入れるときは両方一緒に入れないと、本当は2つずつ叩いた方がいいんですけど、まあ1人しかいないんで。あー、ちゃんと伸びしごいできてないから2ミリ下がらないですね。ちょっと1回抜いてこの後決めて終わりたいと思います。それでは最後ね、ここに値段を流して写真とともに動画締めたいと思います。それでは最後の動画へどうぞ。はいよー、見てください、綺麗に貼り終わりました。大満足です、ありがとう。大事の醍醐味、一人喜びでございます。誰も興味持ってないと思いますが、私はただただあれだけこうなってた床がまっすぐになるとですね、床何もなく、いやー嬉しい限りでございます。こういう感じで収まったということでございます。わいは写真がね、何枚か出ておりおると思いますが、こう順番に綺麗になっていって、まあ、カットマンがうまくやってくれていれば、今のこの床に似た昔の動画を使ってくれてですね、比較されてるのかなと。カットマンよろしくね。ということで、明日はまたただこのお部屋の何か壁の動画でも上げたいと思います。いつもご視聴本当にありがとうございます。それでは今日はこの辺で、また明日、バイバイ。Can you tell me?